天の父なる神様、あなたの御名を心から褒め称えます。新しい一日、新しい朝を私たち一人一人に与えてくださり感謝します。そして主が私たちを助け、またこの場へと導き、あなたを賛美でき、あなたの御言葉を聞くことができることをありがとうございます。今日一日の歩みも主が共にあってくださり、主イエス・キリストの十字架によってのみ私たちの罪が許され、そのことのゆえに神様の子供、神の家族の一員、永遠の命の中に生かされていること、その素晴らしい祝福の中に歩むことができるように、主の御心を出すことができるように導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝の箇所ですが、歴代史第15章、First Kings Chapter 15、 歴代史第15章1節から6節、First Kings Chapter 15 Verses 1 through 6。 歴代史第15章1節から6節お読みいたします。ネバッテの子ヤロブアム王の第18年にアビヤムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには、彼の神主と全く一つになっていなかった。しかしダビデに免じて、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く立てられた。それはダビデが主の目にかなったことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。レハブアムとヤロブアムとの間には一生の間争いがあった。この箇所から、ダビデに免じて、For the sake of David というタイトルで見てまいります。教会の聖書通読ですが、今週からこの第一列王記を読んでいます。この第一列王記はイスラエルの王であったダビデが死んだところ、そしてその子のソロモンが王様になった、まあそういうところから歴代列王記第一というのは始まっていきます。ソロモンの時代、イスラエルは非常に国が栄えました。また同時に神様はその時代にイスラエルの国に平和を与えてですね、周りの国からも攻めて加えることなく、ソロモンはその40年間イスラエルの王様でありましたけれども、大変国が豊かになった。そのことによって彼は神殿を建てることができた。もともとはダビデが神殿を建てたかったんですけども、その子供のソロモンの時代にエルサレムに初めて神殿が建った。そういうイスラエルがすごく繁栄した時代でした。しかしですね、この歴代史を見ていきますと、11章でソロモンが死にました。ですると12章でこのイスラエルの国が北と南に分かれる、分裂してしまったわけですね。でなぜこのイスラエルの国は北と南に分裂したのか、北がイスラエル、南がユダ、分かれてしまったんですが、人間の罪が原因だと聖書は言います。そしてその人間の罪に対する神様の裁き、そのことによってイスラエルの国は分裂したんだ、そういうんですね。ソロモンですが、とても素晴らしい王様だったんですけども、彼はその年を取ってからですね、その外国の女性たちをたくさん自分の妻にしてしまった。そのことによってソロモンの心はその妻の
まあ、神偶像の方に心が向いてしまって偶像を拝むようにソロモンがなってしまった、まあ、そのことに対する神様の裁きがあったわけです。神様は罪を裁くお方です。なぜなら神様は完全に正しいお方、完全に義なるお方、完全に清いお方ですから、どんな罪であってもその神様は見逃すことがないですし、人間から見たときにどんな小さな罪であっても神様からしたら罪は罪なんで、それをどうしても神様は受け入れることができない。神様が完全であり正しいお方であるからこそ神様は罪を受け入れないし、その罪を裁く、まあ、そういうお方であると聖書は言います。さて、そのようにしてイスラエルは北のイスラエル、南のユダ、この2つに分かれてしまったんですが、この第一列王記の13章からはこのそれぞれの国の王様について書いてある、それぞれの国の王様について書いてあります。まあ、ですから列王記と、まあ、英語でキングスというわけですね。それぞれの王様について書いてあるので列王記キングスという名前になっているわけです。15章の1節、もう一度お読みします。ネバテの子ヤロブアム王の第18年にアビアムはユダの王となる。このネバテの子ヤロブアム王、ヤロブアム王というのは北のイスラエルの王様です。ヤロブアムが北のイスラエルの王様だった。その時にアビアムがこの南のユダの王様になったということですね。北の王様がヤロブアム、そして南のユダの王様がアビアムがユダの王になった。2節3節、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つになっていなかった。で、このアビアムというユダの王様は3年間この王様だったんですけれども、今読んだ2節3節を読みますと、このアビアム、まあ、彼の母お母さんがですねマーカという人だったんですね。で、アビアムのお父さん、アビアムのお父さんはレハブアムという人でした。レハブアムで、レハブアムのお父さんがソロモンだったんですね。アビアムのお父さんがレハブアムで、レハブアムのお父さんがソロモンということは、ソロモンのお父さんはダビデ。つまりこの2節に出てくるこの一節のアビアムという人はダビデのひ孫、グレートグランドチャイルドかですね、ひ孫になっているということです。ダビデのひ孫がアビアムでした。で、この当時のユダの人たちはどういうふうな人たちだったかというと、1章前の14節22節23節、14章の22節23節、ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して主を怒らせた。彼らはまた、すべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシラ像を建てた。24節もします。この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての意味嫌うべき習わしを真似て行っていた。当時のユダの人々はここを見ますと、主の前に悪を行っていた、罪をたくさん行っていた、そのことによって主を怒らせた。神様は罪に対してこう見過ごすことなく怒るお方であると。そしてさまざまな偶像を礼拝
また偶像礼拝をするときに行っているさまざまなこの不道徳な行いも行って、その結果神様は怒っていた、まあ、そういうふうに書いて、あります。しかし今朝の箇所のこの15章の4節のところを見ると、しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。このようにアビアムは当時のユダの人々、そして彼自身も罪を犯している、神様に従わない、偶像を拝んでいる、神様の前にさまざまな悪い行いをしていた、そういう王様、そういう国であったんですが、4節を見ると、しかしダビデに免じて、つまり彼の、ひいおじいちゃんであったダビデ王に免じて、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与えた。彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた、そう書いてあるんですね。なぜ彼のひいおじいちゃんのダビデに免じて神様はこのユダの国をこの時に滅ぼさなかった、憐れんだかというと、五節にその説明があります。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。彼のひいおじいちゃんであった偉大なイスラエルの王ダビデが主の目にかなうことを行ったからだというんですね。そのダビデに免じて神様はこのユダをユダの国を憐れんだ。しかしここでもダビデは完全だったわけではない。ヘテ人ウリアのことのほかは、つまりこのこと以外は一生涯ダビデは主が命じられたすべてのことに背かなかった。でもヘテ人ウリアのことに関してはそうではなかった、ヘテ人ウリアのこと、有名なダビデが、バテシェバという女性とその姦淫の罪を犯してしまった出来事のことですね。このウリアはそのバテシェバの夫でした。しかしある時ダビデはバテシェバがこう裸でシャワーを浴びているのを見た時にですね、そのバテシェバを自分の王宮に迎え入れて、バテシェバと姦淫の罪を犯してしまった。そしてバテシェバが妊娠してしまった。ダビデはどうしてもそのことを隠さなければならない。そこで戦争に出ていった彼女の夫であったウリアを呼び寄せて戻して、そしてバテシェバのところに返そうとした。しかしウリアはとても忠実な兵士だったので、自分の仲間たちが戦争に行っている時に自分だけが妻のところに帰ることはできない、それを断った。でその結果ダビデは何をしたかというと、そのウリアをもう戦争の一番前の方にわざと置いて、そして彼がわざと敵に殺されるようにしてしまったわけですね。そしてダビデの思い通りにウリアは死んで、ダビデはバテシェバを自分の妻として迎えた。しかし彼らの間に生まれたその子供は神様の裁きに死んでしまった。そしてその次にダビデとバテシェバの間に生まれた子供がソロモンだったわけです。ダビデはこのウリアのことを通して殺してはならないという十回の戒めを破ってしまいました。また姦淫してはならないという十回の戒めも破ってしまいました。また人の妻を盗んでしまう、盗んではならないという十回の罪を破ってしまいました。ダビデは人を殺し姦淫をし、そして人のものを盗んだ、そういうとても悪い
人間、大変大きな罪を犯してしまったわけです。この前、日曜日にですね、礼拝前の教会学校の時間の時に、その時に、カインとアベルの聖書の箇所、その教会学校のテーマは献金というテーマで、献金が神様に対する捧げ物であるということを学びました。そして、献金、神様のに対する捧げ物の一番最初にあったのが、そのカインとアベルの捧げ物である、創世記4章にあるカインとアベルがそれぞれ捧げ物をしたところ、アダムとエヴァのを通して初めて生まれた人間がカイン、そしてその弟がアベル、つまり人間同士で生まれた初めての人間であるカインとアベルがそれぞれ自分から神様に捧げ物をしている、それが献金のもともとの行いであるということを見たんですが、カインはその捧げ物のことを通して自分の弟アベルを殺してしまいました。なぜ自分の弟、たった一人の弟のアベルを殺したのか、それは神様がアベルの捧げ物には目を留めたけれども、カインの捧げ物には目を留めなかった、そのことに対してカインがひどく怒ったとあります。で、その教会学校の時にですね、ある方が質問してくださって、なんでそんなことでカインは殺したんだ、別に大したことをして大した問題じゃないじゃないか、カインも捧げ物をした、アベルも捧げ物をした、でも神様はカインの捧げ物に目を留めなかった、なんでそんなことだけで、なんでそんなことだけで自分の弟、たった一人の弟を彼は殺したんだろうか。で、その答えはもちろん聖書には書いてないんですけども、そのカインが嫉妬した、妬みを持ったということなんですが、それでもそんなことでカインは自分のたった一人の弟を殺してしまった。はっきり言えることは、そんなことで人は人を殺すということですね。そんな大したことでもないのに人は人を殺す、それほど人間は罪深いし恐ろしいもの。何日か前もテキサスで小学校で銃のこの乱射事件があって、もう小学生が20人近く殺されてしまった。もう10歳ぐらいのグレード2から4ぐらいの子供たちが殺されてしまった。なんでこんなことで多くの子供たちが殺されてしまったのか、考えられない。しかし残念ながらそれが人間でもある。本当に大したことじゃないのに人間は人間を殺す、他の動物では決してしない、それほど人間は恐ろしいし罪深いものなんだということを聖書も教えています。4節に戻りますが、しかしダビデに免じて、このダビデに免じて神様はユダを憐れました。そしてそのダビデでさえもウリアのことに関して大きな罪を犯してしまった。しかしそれ以外ダビデは主に従ったということです。この4節にダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く建てられたとあります。これが聖書の予言の成就だということを見てみたいんですが、サムエル記第2の7章を見てみましょう。セカンドサムエルチャプター7、サムエル記第2、7章、12節、13節。サムエル記第2の7章、12節、13節、このようにあります。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私は
あなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。これは神様がダビデに言った言葉ですけれども、神様はダビデに、ダビデが死ぬ時に、ダビデの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立される。これは明らかにソロモンのことを予言しました。そして13節で、彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも、つまり永遠に固く建てる。このユダの王国、結局このユダの王国でさえさまざまな罪によって滅ぼされてしまった。しかし神様ははっきりとここでその王国の王座を永遠に固く立てると言いました。新約聖書の一番最初の言葉、マタイの一章一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。神様はアブラハムの子孫であるダビデから、そしてダビデの子孫であるダビデの子孫からキリストイエス様がお生まれになった。このイエス様をこそが全人類の救い主でありました。つまりこのダビデに免じてというのは、やがて来るこのダビデの子孫から来るイエス・キリストに免じて、主は主を信じるすべての者の罪を許してくださる。主を信じる者、この神の国は永遠に滅びることがない。私たちはこの地上でさまざまな人間の罪、自分自身の罪によって滅びるものですけれども、イエス・キリストに免じてその罪が許されて永遠の命を受け継ぐものとされている。今日のこの箇所、ダビデに免じて神様はエルサレムを固く立てられる。それはやがて来る、そして私たちが信じるイエス・キリストに免じて神様は主の王国を固く立てられているお方である、そのことを覚えたいと思います。私たちは引き続きこの罪の世の中に今生きてますけれども、主イエス・キリストに免じて私たち一人一人の罪が許されている、神の国に入れていただけている、その祝福の中で今日も歩みたいと思います。お祈りをいたします。主はあなたの皆を心から褒め讃えます。ダビデに免じて主はこのエルサレムを固く立てられ、そしてその主の約束通りにアブラハムの子孫、ダビデの子孫として主イエス・キリストがお生まれになりました。このダビデは誠に主に従ったものでしたが、ダビデであってもとても大きな罪を犯し、その裁きを受けたものです。しかしその子孫として生まれた主イエス・キリストは全く罪を犯さず、神の子としてのその主の御業を十字架によって成し遂げられたお方、そこからよみがえられたお方、天に帰られたお方、やがてこの地上に戻ってこられた、そして新しい天と新しい地を作ってくださるお方です。私たちもこのイエス・キリストに免じて私たちの罪がすべて許されているということ、神様の前に正しいものとして受け入れられていることを覚えさせてください。私たちはこの地上にあって自分自身の罪、またこの世の中の罪、心を痛めることが日々あります。しかしそのすべての罪の贖いに主がなってくださったということを今日も覚えさせてください。また人と共に歩むことができるように、神様は今も生きておられて、この地上で行われているさまざまなその罪の中にあなたは新しい裁きをする方であるということも覚えさせてください。ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。